どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はあの曲やりますよ。ガズレレ初登場のアーティスト、スターダストレビューの夢物語。こちらあのポカリスエットのコマーシャルで、まあもうあの爽やかな、なんて爽やかな曲なんだろう、遠い昔のことさって、あれです、あれ。あれをガズレレ流で簡単バージョンにやろうと思うんですけど、ちょっと今回ね、やっぱりあの、おしゃれコードが出てきますんで、コードの数は多いんですけど、それでもできる限り簡単にしましたので、やってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョン。後半は、いろんな弾き方、リズムも、コードもおしゃれなコードいっぱい出てきます。ちょっとおしゃれなんで、コードね、押さえるの難しいのも出てきちゃうんですけど、ぜひ挑戦してみましょう。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲をこのちっちゃいウクレレで弾きながら一緒に歌う、弾き語りするとこれ最高なんです。弾き語りっていうのはピアノとかギターもいいですけど、音楽を全くやったことないという方はですね、まずはウクレレで弾きながら歌う弾き語りを始めるのをすっごくおすすめします。なぜかというとですね、簡単なんですよ。で、奥も深いんでずっと続けられるし、なんかこれから他の楽器に行く一歩にもなりますからね。ぜひ始めてみてください。弦も4本しかないし、ちっちゃいから、いつでもどこでも持ち運べて。しかも、今ご覧になってるガズレ YouTube チャンネル見てるだけで、どん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 弾いて歌う歌いで楽しくなります。YouTube だったらいつでもどこでもスマホでも見れるわけですからね。ご飯炊けるちょっとした隙間でも、ちょっと練習できます。はい。しかも、無料で。これはやった方がいいですよ、皆さん。ぜひ始めてみてください。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に初心者レッスンをここというところをクリックしていただいて、初心者レッスンが1から1234って数字の順番に動画を見てるだけで、あれ私今弾けちゃってんじゃないってすぐなりますから、これは楽しいですよ。ぜひ始めてください。はい。では、リンクあります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック。はい、行ってらっしゃい。そこには私が取りためた650曲以上の動画が、動画ったってあれですよ。ウクレレ一緒に弾く、レッスン用動画で、簡単レッスン動画ですからね。で、あらゆる音楽ジャンル、最新 J-POP から、夏メロから、昭和歌謡曲から、アニメソングから、洋楽から、ハワイアンから、あります。ぜひ、皆さんの好きな曲もきっとあると思いますよ。先ほどのリンクの先の方に行くと、リストになってますんで、覗きに行ってください。簡単バージョンでも、ちょっと見慣れないコード出てきちゃいます。この辺のあたりのコードなんですけど、一個だけ最初に、解説したいのは、F 欲しいというコードで、これはガズレレ流の、押さえ方で、F という、こことここの F と C、ここですよね。これを同時に押さえて弾いちゃう。はい、これ F 欲しいです。まずここだけ最初の手がかりとして、最初に教えておくんですけど、途中1回目デモ演奏して、途中のところでコードの解説もしっかりするんで、まず簡単版動画見てください。さあ、それではやってみましょうか。夢伝説スターダストレビュー、まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。1,2,3,4。遠い昔のことさ、感じて Mysterious Love、 疑うことも忘れるほど引き寄せ合った二人の想い、 Somebody watchingSomebody waits for you
夢伝説シンプル簡単バージョンやってみました。たまにコードあれっていうところあったかなって感じですけど、今のは超シンプル簡単バージョンなるべく簡単にしてるんで、かっこいいバージョン、これからやるかっこいいバージョンではもうちょっとかっこいいコードにちゃんと置き換わってます。で、動画とテロップと合わせて一緒に弾いてもらうのもいいんですけど、まず自分のノートに書き出して、そのノートを見て自分で弾いてみるっていうのも一個いいことなんで、私のノートを見ていただきます。ガズレレのノートの見方は、上の段は簡単バージョン。基本的にはね、下の段に書いてあるこの丸く囲ってるやつはこれからやるかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、コードちょっと変わりますね。で、F 星、さっき解説したやつがここで登場しますということです。じゃあ、ここを移していきましょう。はい。一時停止。まずここが A メロですね。ここからね。はい。で、B メロです。このぐにゃぐにゃ書いてある線はメロディーラインを表現してまして、これ参考になればこういうのをメモっといてもらったらいいと思うんですけど、基本的にはノートは自分が分かればいいということで、いいと思うんでね。はい。で、ここからサビというか、Somebody watching you みたいなとこサビですね。に突入していくと。はい。ちょっとここスペースの関係でちっちゃく細部になりましたけれども、同じコードの繰り返しですね。テロップと、もしちょっと分かりづらかったらテロップの中の、やつと一緒に見合わせながら、答え合わせしながら書いててください。じゃあ今日はね、ちょっとコードが多いんだよな。ちょっとまあ、いいですか？ここ見てください。はい。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、G7、さっきやった F 星。この辺まで、まあこのね、1、2、3、4、5、6、7、8個。ここはね、今日はちょっとスペースがないっていうのと、これはいつも出てくるガズレレ必須コードっていうやつなんですよ。なんでちょっと今日書ききれなかったんですけど、コードは一応見ておきましょう。これガズレレ歌本シリーズ。どのガズレレ歌本にも入ってるんですけど、9ページに、このガズレレ必須コードのこのダイアグラムが載ってます。はい。これはほぼ勢揃いですね。ここで今日出てこないのは A7 だけだな。はい。これは全部出てきます。これを参考にして。で、このガズレレ必須コード、よくわかんない。初めて知ったという方はですね、これが、コードっていうのは星の数ほどあって、全部覚えようと思ってもそもそも不可能だし、コードを覚えるんだったら、効率よく優先順位を決めて覚えていきましょう。で、一番最初に覚えるコードのグループがこのガズレレ必須コードというこれなんですよ。これを以前私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここに貼っておきます。はい。このガズレレ歌本を買ってくださった方は、ここの QR コードを、パシッとするとその解説動画に飛ぶようになってますが、まあそれでコードはマスターしましょう。今日はそれプラス、かっこいいコードがいっぱい出てきちゃうんですよ。難しいかもしれない。ちょっと見ていきましょう。一個ずつ。さっき言った F 星は F と C を同時に押さえるってやつね。これは今解説、さっき解説しないで、まあ省きとして、まずこれです。今出てきたの。はい。これね。サビで出てきました。これはですね、かっこいいバージョンで A シャープで弾きたいんですよ。A シャープって書いてあるでしょ。A シャープちょっと難しい人は A シャープメジャー7というコードで置き換えてもいいんじゃないかなという表現です。まずこれからいきましょう。まず、A シャープメジャー7っていうのは、押さえるとこことここの3つなんですよ。こういう風に押さえます。はい。1弦は開放弦です。はい。で、これが A シャープってコードになると、ここの1弦の1フレットを押すんです。こういう風に2つで押す。これが A シャープ。これ、2つ同時に押さえるのが難しいんで、ここ立てて、A シャープメジャー7なんで。これ、できそうな方は A シャープの方がベターだと思います。で、A シャープ弾くときっていうのは、まあ、こういうふうに2つ押さえてちょいちょいって立てるのもいいんですけど、1フレット全部バシッと押さえてちょいちょいってやる押さえ方もあります。今日はこっちの押さえ方をちょっとおすすめしようと思うんですけど、これ1フレット全部押さえるって、この制覇とかバレーとか言うんですけれども、見ててください。こうやって押さえるのなかなか難しいんです。で、ポイントは、ここがまずまっすぐになってないと押さえられない。これ曲がってたら絶対全部押さえられない。で、親指と一緒にこう挟み込んでグッと押さえるでしょ。しかもテコの原理を引っ張ってこっちに入れ込むようなグッとこういう感じ。あと体もこっちに入れたりちょっといろいろ試してみてもらいたいっていうのがあるんですけど、あとガズレレではね、いつもこの面を使うよりちょっとこっちの方が平らですよ。ここね、関節があってちょっとボコボコしてるんですよね。なんでちょっとだけどこっちの方が平らだから、イメージとしてはこういう押さえ方、こういう風な方が押さえられる。で、これでちょいちょいと足してあげて A シャープになりましたと。この2つのコード、 A シャープメジャーセブンと A シャープ、これ確認しましょう。はい。そしてどんどんいきます。今日はちょっといっぱいあるんでね。結構後半でポイントになるコードが、これですね。Dm7-5。これ、なんじゃらほいって感じじゃないですか。これですよ。どうやって押さえるかやってみましょう。まず押さえる場所はですね、ここと、ここと、ここと、ここなんです。ここ、ここ、ここ、ここ。難しそうでし
答えはね、こうです。さっきやったこれ制覇、1フレット制覇して C のところとこういうふうに、こういうふうに押さえる感じ、これしかもう押さえる方法ないと思う。1フレット全部押さえてここ立てて1弦の3フレット、これがかっこいいんですよ。聞いててください。遠い昔のことさ、これですよ、これ。遠い昔のこのコードが、これかっこいい。 Dm7 の5、今日はこれを弾きたい。これちょっと難しいですね、やっぱ一弦のこう制覇なんで、はい、これが出てきます。そして G7 サス4 G7 サス4 っていうのはまあちょこちょこ出てくるんで、これ結構おなじみだと思う。一応やろう。 G7 っていうのはこことこことここをこうやって押さえて、このまんま小指の3フレット足すと G7 サス4になって、離すと G7、 こういう関係性です。サス4から普通に戻る。 G7 サス4は1個足すだ、小指1個足すだけ。はい、どんどんいきますよ。次ね、これもちょっと逃れられないね。 Gm っていうコードがあるんですけど、これもね3本指なんで結構簡単、不意に出てくると結構みんなびっくりしちゃうやつです。これはね、簡単バージョンでは C7 に置き換えたんですけど、これの方がもうかなりベターなんで挑戦してみましょう。押さえる場所はこことここと、ここですね。私はね小指でここ押さえちゃう派なんですけど、これ薬指でもいいですよ。こういう風に押さえます。これでもいいし、これでもいいです。押さえる場所こことこことここね。 Gm、 はい。で、よく出てくるあの初心者さんがまず最初に突っかかるコード、Fm というコードですね。Fm、 はい。Fm っつうのはこことこことここ、こことこことここですよ。だからこうやって押さえるのが教科書通りだけど、ガズレレさんは上で押さえちゃうのが楽なんで、こう親指でもいいと思います、はい。これがスタンダード、これがちょっと楽したい人、楽したい人でも、まあ握り込んじゃうと結構押さえやすいと思うんですね、はい。このコードを使ってやります。はあ、なかなか大盛り。今のコードの解説というならもうかっこいいバージョンの解説にもう入ってるんですけど、多様なコードが出てきます。これがちょっとややこしいんですけどね、一回ちゃんと落ち着いて覚えちゃうといいと思います。はい、それではここからかっこいいバージョンのリズムの解説、これかっこいいリズムやります。つまみ弾き、たまに出てくる、ちょっと見ててください。遠い昔のことさ、こうやってやろうと、これかっこいいでしょ。パッ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 、これはまず見て、親指が4弦、人差し指が3弦、中指が2弦、薬指が1弦で、これ1本ずつこう担当します。で、こういう風に引っ張り上げる感じ、入れといて引っ張る。これで C を押さえといて、左手 C を押さえといてってやるんですけど、アクセント、タッ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 、こんなのがいいんですよ。タッ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 、 Dm7-5、 タッ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 、はい。で、こういう時弾く時はいつもこの辺弾くといい音がするって言ってるんですけど、こういう風に固定したいんで、ちょっとこっち側にずれて、こっち側にねずれて弾くことになると、そうするとこうちょうどテンションも硬くて抑えやすい。で、これを途中までやって B メロから8ビートに入ってきます。8ビートのチャに入ってきます。なんつまみ弾きから8ビートのチャということですね。つまりはサビも8ビートのチャです、はい。つまみ弾きっていうのは今やった解説があるんです。8ビートのチャ、はい、8ビートのチャは弾き方ここに貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページの1枚で、その中からまずは8ビート完全ガイドで8ビートをマスターしてください。そして8ビートができるようになったらチャ、これです。チャンチャチャスチャ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 、このチャで打楽器の要素を加えてリズムをこう輝かせるっていう、はい、8ビートのチャでできるといいと思います。で、一箇所決めというか、まあフレーズみたいな感じで入るんですけど、この B メロのどこかで出会ったことのある、ここ見てください。 F が2ブロック並んでいるところで2弦3101って書いてあります。ここ F が2ブロック並んでいるところで2弦だけちょっと動かします。ちょっとやってみましょうか。どこかで出会ったこと、ここです。 F を押さえて2弦まず3101なんですよ。3101、つまり Am のところ押さえっぱなしで2弦だけ3101、わかる？ここ押さえたまんま310っていうのは Am だね。 1F、 1の時は F です。つまりはだからこれね、3101、
を押さえたまんま二元三一ゼロ一と覚えておいた方がいいかなと思って。なんで、テロップの中でもちょっとそれ表記しておくんで、ここ、まあ、決めというかフレーズで入れてみましょう。はい、で、そういうわけでコードはね、その、さっきとだいぶ変わってきますけれども、このうまくコードチェンジができるか、あとこう、淡々とこうね、夢伝説ですから、こう、そんな雰囲気が出るようにリズムも安定して、リズムも心も安定して弾きたいですね。はい、じゃあかっこいいバージョン夢伝説やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。遠い昔のことさ、夢で見たんだ。燃える空に包まれて光る大地の中を駆け巡るとき、君は舞い降りてきたの。どこかで出会ったこともある。懐かしさ感じて Mr. Slow、夢伝説、かっこいいバージョンやってみました。やっぱりこのつまび弾き、これね、アクセントやっぱ難しいですけど、タッ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 、昔のことさ、これはね、結構淡々とやるこうキーボードの感じを出すにはこれは最適だと思います。これちょっと今まであんまり出てこないですけど、たまにガズレレでもこの弾き方出てくることあるんですけどね、こういうのをなかなかで一個のリズムをいろんな角度からこう深めていくと面白いと思います。ぜひ皆さんやってみてください。もちろん自分ができる範囲でいいですよ。ここの今のつま弾きところも普通に8ビートでも全然かっこいいんでね、それ自分のできるところで思いっきり歌を楽しむ、これ中心ですからね。はい、楽しんでいきましょう。さあ、ガズレレではいろんなことやっています。イベント、みんなで一緒にワイワイ歌えるイベントとか、グッズもいっぱいあります。ウクレレとかこの水弾きとかこういうストラップとかいろいろあって、とにかく情報盛りだくさんでございましてですね、これからご案内します。ご覧になってください。どうぞ、はい、ガズレレホームページどうぞご覧になってください。ガズレレホームページを見ていただいたらいろんな情報盛りだくさん、はい、ホームページのリンクここに貼っておきます。で、ガズさんですね、いろんなイベントやっております。で、最新情報からここにバーッと書いておきますけど、博多、広島と、福岡行きますからね、2月はお待ちもうそのあたりの方も大集合してください。ウクレレ持ってきて一緒に歌いましょう。お一人様も大歓迎、私もいるから安心してください。楽しいですよ。で、いろんないい話もするし、皆さんの質問にも答えるし、まあ、とにかく楽しい。で、こういうイベントどんどんさっきの下に続いていくんですけど、三重とかね、そっちの方に行くんですけど、この先また日本中行きます。どこまで行くか、最後。2019年9月1日にドーン、日比谷の野音ガズレレ決定しております。この辺の詳細、もうちょっとしたら大公開します。ちょっと楽しみに待っておいてください。野音でガズレレですよ。これやばいことになりますからね。はい、それでですね、はい、こちらドーンガズさんね、 CD も出してます。 CD っていうのは2枚組で、1枚の CD は作品としての CD、 もう1枚はその作品としての CD が弾けるようになるレッスン動画ということで、 CD はね、YouTube でも全部公開してレッスン動画も上がってます。その CD のこと、レッスン動画のこと全部ここに一目にして CD の関係のことまとまってるんで、ぜひ聴いてください。めちゃくちゃかっこいいですから、今流れてる BGM もその CD から出るんです。コードは4つ書いて作れてできちゃうってやつですね。はい、この CD もよろしくお願いします。あとね、本いろいろ出してます。はい、主婦の友社から出てるめちゃくちゃいいこと言ってるガズレレの、スピリット
私がどういうこと、私は白血病で骨髄移植したりとか結構凄まじいんですよ。その中で楽しみを、拾ったぞっていうのはこの本で、はい、こっちはイットミュージックから出てる日本で一番今売れてるウクレレ教則本、超簡単版です。これめちゃくちゃ OK です。はい、こっちはガズレル歌もシリーズもとうとうボリューム5まで来ました。こちらも累計3万部を超えてる売り上げを誇っていまして、なんで売れてるかというとめちゃくちゃ分かりやすく簡単だからです。はい、ありがとうございます。こっちはもうあの YouTube 完全連動なんでね、ぜひ楽しんでいただけると思うんですけど、そんなこんなでもうガズレレ盛りだくさんです。ホームページ一回冒険してもらうとですね、いろんなグッズ売ってます。このウクレレも売ってますし、こういう水引きも売ってますからね、こうストラップなんかもあります。ああ、これはもう大盛りだ。ウクレレで音楽で人生を豊かにしよう。楽しくやろうぜ。バイバイ。また会える人はどんどん会いに来てくださいね。さようなら。音楽楽しみましょう。バイバイ。チャオ。